与楽園三室と寺は、京都府宇治市にある寺院。三号は、明城山。本尊は、千住観世音菩薩。西国三十三所、第十番札所。本山主建集の別格本山。本尊神言、御馬皿たらまきりくそ赤御栄華、四茂月を、三室と分け行けば、宇治の河瀬に立つは、白波寺伝によれば、宝紀元年公認天皇の直眼により、 なんと大安寺の創業表が創建したものという、創建と本尊に関しては次のような伝承がある。天智天皇の孫にあたる白壁王は、万余宮中に達する金色の霊光の正体を知りたいと願い、右正弁藤原犬飼なる者に命じて、その光のもとを訪ねさせた。犬飼がその光を求めて宇治川の支流志津川の上流へたどり着くと、 滝壺に、身の丈二条ばかりの千樹観論像を見た。犬飼が滝壺へ飛び込むと一枚の連弁が流れてきて、それが一尺二寸の二匹の観音像に変じたという。公認天皇が、その観音像を安置し、行表を解散として創建したのが、当時の起こりで、当初はご室と寺と称したという。その後、官武天皇が二条の観音像を増留、その体内に、 先の一尺二寸の観音像を収めたという。以上のように、当時の創建伝承については、伝説的色彩が濃く、宋剣の正確な事情については、はっきりしない。恩城寺の僧の伝記を修正した、寺門高宗期初秋の僧京村の33書巡礼記は、西国33書巡礼に関する最古の資料で、あるが、これによると、11世紀末頃に、 行村が33章を巡礼したときは、小室と寺は33番目、つまり最後の巡礼地であった。官表年間には、御城寺のエンチンが流釈し、その後、花山法王がこの地に力を設け、当時を最国33章巡礼の第10番札所とした。講和年間、温城寺調理の高脇大僧上が当時を中高し、 また、恩城寺寺院の羅弱院を当時に移転させ、自らも従するようになると、小室ロの僧城と呼ばれるようになり、小室ロ寺も流星を誇った。この頃、公認天皇、花山法王、白川法王三帝の離宮になったことから、小室ロ寺の御を、後三に変えて三室ロ寺と称するようになる。その後、干渉三年の火災でガランを失うが、文明十九年に、 御城寺阿弥陀院の一夜によって本堂が再建される。しかし、天正元年には、織田信長に敵対して、牧島城に立てこもった、将軍、足利義明の味方をしたために寺領をことごとく没収されて衰退した。寛永十六年、道光法神皇によって復興される。現存する本堂は、江戸時代後期の文化十一年に、法上王将によって再建されたものである。 本尊は、千獣観音像であるが、厳重な秘物で、写真も公表されていない。本尊寿司の前に立つ、お前立ち像は、飛鳥カ様式の二碑の観音像で、二碑でありながら、千獣観音と称されている。この本尊像に関わる伝承は、歴史の項で述べた通りで、高さ二条の観音像は、観渉年間の火災で失われたが、体内に収められていた一尺二寸の二匹の、 観音像は無事であったという。秘仏本像を模して作られた前述のお前立ち像は大ぶりの奉還をいただき、両手は強然で組む。天意の表現は図式的で体側に左右対称にヒレ状に広がっている。こうした造様は、奈良、法隆寺、夢殿の旧正観世音母殺像など、飛鳥時代の仏像に見られるものである。 図紙内の秘物本尊蔵自体については指定文化財でないため年代等の詳細は不明である。2008年が西国巡礼の中高者とされる花山法王の千年期にあたることから2008年から2010年にかけて西国33所の全札所寺院にて札所本尊の血演外長が行われることとなった。 三室ロトゲラ本尊の千樹観論像は2009年10月1日から11月30日に回避されたが、これは前回回避以来84年ぶりの公開である。三重東予楽園重要文化財18神社本殿、京都府指定有形文化財宇治市、指定有形文化財、郵便番号611-0013京都府宇治市、都道仕方に21、ありがとうございます。